古代平家についての考察をちょっとしていこうかなっていうふうに思ってるんですよ。気になるー。本当はオイコット王国の王女かもわかんない。確かに。血筋のものっていう感じ。はいはい。回ってますけど。どうも、小雪です。何やねん、この人。いやー。今日はですね、サムネとタイトルにもあるんですけども、古代平家についての考察をちょっとしていこうかなっていうふうに思ってるんですよ。古代平家？そうそうそう。ウラヌス、ポセイドン、プルトン。うん。いつもプルトンだけ忘れがちよね。なんか知らんけど。そういうことないよ。はい。って考えればいいから。はい。ちょっと前に、岸君がゲストの時に、ウラヌスを考察するっていう回で、やねややったんですけど、大変好評でしたね。めっちゃ再生された。ね。みんな気になってるやと思うよ。だから、せっかくだったら3つをしっかりまとめとして紹介したい。プラス考察もしたいってことでやりました。気になるー。もう？はい。じゃあ唯一今正体が分かってるのってポセイドン。ポセイドンやんか。はい、じゃあポセイドンが白星姫であることは僕も疑ってないし、その通りだと思うね。そうっすね。ここで前提としてよくみんな言われちゃってることなんだけども、ギリシャ神話の神になぞえてると。ああ、そうっすね。そう、だからウラヌスだったら天空、まあ天、天候を操るって意味。ポセイドンやったらね、海のやつみたいな、ね。そうそう、海洋類と話せるから操れるって意味。じゃあプルトンはまあ大地。って考えると、まあ陸だよね。ってなるわけやんか。じゃあそうやって考察すると、俺、小田先生のミスリードが1個入ってると思うんだよ。ポセイドンは人魚、まあつまりまあ人間じゃないけど、まあ人型としているのにもかかわらず、プルトンは戦艦って言ってんだよね。だその辺の統一性のなさが僕はもうすでにミスリードだと思ってんだよね。なんでかって言ったら、僕の説ね、古代兵器って、操縦する人プラス乗り物で一対だと思ってるんですよ。ポセイドン、白星も海洋類を操って何をするんだろうって思うんだよ。何をするんだろう。そう、魚人島にはもう一個何があった？ノア。そう、ノアって今もう放置されてるものだけど、魚人島民総出で作ったとされるやんか。そうっすね。それは海洋類が引くものなんだよね。そうっすね。つまり海洋類に命令できる奴がいなかったらノアは動かないわけ。確かに。ということはだよ、白星は操縦者なんだよ。ほう。司令塔なんだよ。ほう。だからノアそのものもポセイドンなんだよ。僕からしたら。なるほど。じゃあプルトンでどういうことなのって考えた時に、サムネ見た人はもう分かってると思うんだけど、ビビアを持ってるよね。あ、じゃあビビとプルトン。そう。なぜかっていうと、トムさんがプルトンの設計図をプランキーとアイスバーグに見せてた時に、造船史上最悪の化け物だって言ったんだよ。だからこれをね見て、若き日のアイスバーグとフランキーは「何のためにこんなもん人間に作れんのか」って言ってたんだよ。言ってましたね。作れるやろと思う。ウォーターセブンの人たちやったらどんだけすごい船なんか知らないけど、トムさんとアイスバーグとフランキーがいたら作れるもん。だって島を丸ごと浮かすシステム作ったり、海を列車を走らせたりする人たちよ。確かに作れないわけない。まあ確かによっぽどっすよね、それ言うん。そう。じゃあそう思った時に、トムさんがね、造船史上最悪の作品だとか船だっていうのは分かるよ。化け物だって言うんだよ。確かに。これは操縦する人ありきでやっぱ考えられてるからこそ人間に作れるのかって意味だと思ってるんだよね。なるほどなるほどなるほど。じゃあこのプルトンを操縦できるのは誰かって言ったら、またこれもやっぱ選ばれし者だと思う。そうなった時に僕はビビやと思ってるね。元七部会のクロコダイルさんもアラバスタ王国にプルトンを探したわけやん。あ、そうっすね。そう、プルトン一発放てば島一つを跡形もなく消し飛ばすと聞くっていう感じなんだよね。どこにあるんやろみたいな感じで探しましたよね。探してもうめちゃくちゃそのために人生かけてるもんやんか。そうっすよね。そう、でも結局アラバスタであんだけ支配権を握って探しても見つかってないんだよ。そうと、見つかってないということはそれが物であるっていう固定概念だよ。結局はそれはビビ本人がいないと意味をなさないってことに気づいてないだけやと思ってるんだよね。じゃあビビがもしそうだとしたら、今後麦わらの一味に加入したり、また付き合っていく意味をすごいなすと思うんだよ。で最後の一人、ウラヌス。ウラヌスさん、そう、これもねもうこすり倒された考察で申し訳ないんやけど、僕もやっぱナミちゃんじゃないのって思ってきたんだよ。また最後、前のそのナミの考察の時も言ったんだけど、なぜナミがウラヌスじゃないかっていうのを思う理由がありましして、白星ことポセイドンさんが、魚人島でナミと別れる時にこう言ってるんだよね。ナミチン様、初めてお会いいたしますのに、なんだかほっといたしますね。あー、言ってた。そこで、ニコって笑いながら、ナミが、境遇が少し似てるからかな。ってなったら、同じく境遇が似てるんで、ビビ同じや思うよ。確かに。そう。そうなった時に、白星、ビビ、ナミっていう風な並びになるかなと思って。はい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 。みんな若くして母親亡くしてますしね。そう。で、そうなった時にね、やっぱり、白星はポセイドンであるがゆえに、何かしらの共通点を感じ取ったんじゃないかと。確かに。で、割かし早い段階からナミは、天候のことについて、すごいことあって、ナミってめちゃくちゃ勉強したから、あんなに天候のことや海図のことに詳しいわけじゃないんだよ。まあ、天性のものもあるらしいですよね。そうそう。なんでかって言ったら、ナミが消し知恵になったでしょ？あ、なりましたなりました。刺されてね。で、リトルガーデンからドラム王国に行くことになるわけだけど、その途中で、この人はもともと理論だけで天候を予測しているんじゃないんだ。まるで体で天候を感じ取っているみたいって言われてるんだよ。なるほど。そう。みんな覚えてるよね、これね。これを言った人はビビ。そうなんだよ。3人とも感じ取ってるよ、それぞれ。なるほど。だからここで大事なのは、ナミは理論とかその知識だけで天候を予測したりしてるわけじゃなくて、体で感じ取ってると。確かに。一流のアスリートもそうだね。考えるよりも体で反応してる。第六感的なね。そうそう、もう天意のこの極みみたいなもんよ。おお、突然手のプリやな。そうそうそう。だからそう思ったら、ナミも天気をやっぱ感じ取ってるよね、もう。確かに。だからもう覚醒が始まってんだよ。おそう、白星も意図せずに今は海洋類と会話したりとかするやんか。そうっすね。覚醒すんのもう。はあ。で、今、ナミ20歳、ビビ18歳、白星16歳なんでね。綺麗に2年ずつ分かれてるんだよ。確かに。この3人が同世代に生まれてる今のタイミングこそが、時代を動かすものだと思うんだよね。おー。だから、ナミ20歳、ここで覚醒するからこそ、光月時様も20年後に飛ばしたやもんね。なるほど。そう、ここの世代に集まるように。あー。そう、これを3個の古代兵器を操れる人こそが、ルフィなんだよ。僕からしたら。なるほど。例えばね、ポセイドンって、こういう風に説明されてるんだよね。なんすか？数百年に一人生まれるという海王類と会話ができる人魚であり、古代兵器ポセイドンと呼称され、っていう風に書いてあるんだよね。じゃあ、数百年に一度生まれるんだったら、空白の100年から、まあ、900年あるわけやんか。9人ぐらいおるよ。確かに。そう考えると。まあ、多かったら9人、少なくても5人ぐらいはいそうですね。そう。じゃあなんでその間に、しっかり世界がひっくり返らなかったの？揃わんかったから？そう。だから全員が揃う。さらにその古代兵器を操れる、まとめるリーダーがおらへんかった。なるほど。そう。だから誰一人かけてもあかんのに世界をひっくり返すんだ。だからそこにルフィっていう元締めというかまとめ役がいて、手綱を引く人間がいて、それぞれの古代兵器が3つつく。なるほど。プラス乗り物がある。じゃあ、ウラヌス、ナミちゃんだったら、どこにじゃあそんな乗り物あるよって思うやん。あるやん。月行ってるやん、今。あ、アクシム。そう。あれ何で動いてた？電気。そうでしょ？エネルだから、あの最強種のロギアのゴロゴロの実だからこそ、エネルだけが操れてると思ったけど、今ナミは誰を従えてるんよ。ゼウス。そう。おお。今のナミやったら、操縦できる可能性あるんだよね、あれを。確かに。そう。ナミだけが、あれを操縦できるんだよ。あの因縁の船を。そう、あの因縁の船をね。おお。だから、古代兵器っていうのは、操縦する人プラス乗り物であると考えてるね、僕はね。じゃあどういうきっかけで、そのアラバスタの地下に本当にプルトンが埋まってるのかもしれないし、プランキーたちがその設計図を思い出しながら、プルトンを再現するのかもしれない。そう思ったら、ビビとその何かっていうことまで考えると、なんか小田先生がいろんなところにミスリードを張ってて人間なのかな、もしくはなんか機械なのかなって思わせときながら、僕はそれをついで1セットやと思ってるね。あると思います。どうこれ？いや、これあります。これ面白くないですか？いや、これ僕もね、やっぱ怪しいと思っとったんですよ、古代兵器関係は。まあ特に今今日、新説で出ましたビビさん。ビビありますね。あるでしょ。だって、ね、ネフェルタル系って天竜人から唯一ね、まあわざわざ降りてきてるわけじゃないですか。で、コブラがその辺でね、レベリーで解いたいわーみたいなことも言うてましたしね。そういうことを考えたら、やっぱりネフェルタルなんか持っとんちゃうかみたいな。天竜人の天敵に対する何かを、この策が、もしかしてプルトンやったみたいな。そうだね。だから本当にね、なんかこの3人の共通点なんかないかって他にも探してたんだよ。まあそしたらまあ20歳、18歳、16歳って2年ずつ分かれてるってこともあったんだけど、まあそれはちょっとまだ薄いやんか、共通点として。で、そうなった時にまず白星って竜宮王国の王女なんだよね。王女ですね。じゃあビビってアラバスタ王国の王女なんだよね。じゃあナミの出生だけまだ出てないんだよ。確かに。そうで、もともと戦争孤児としてベルメールに拾われて、まあ母親代わりになってるから、まあまあそういうことなんだろう。ベルメールさんがお母さんやんでいいよ、それね。でも本当はよ、本当は甥子東国の王女かもわかんない。確かに。だから3人とも王女で、その血筋の中に流れる数百年に一度の何かっていうのを、そのパスッとこうなんか覚醒した時に、その能力が開花する。おお、それは王女つながり、その血筋のものっていう。はい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 。そう。ルフィだったら D の一族としての何か覚醒する、その血が流れてるわけや、今ね。実際にね、生きていたのか D の意志はって言ってるぐらいだから。そういうことが、たまたまこの時代に偶然重なってみんなが一緒にいるっていうことが、今後回収されるんじゃないかな。おー。出た。すごいね。あ、終わり。終わり。終わりましたか。ごめん、終わったもん。今日の動画が良かった人は、ぜひ高評価を押してくださーい。はい。多かったらね、またこういう考察会みたいなやりたいと思ってます、ね。高評価1000以上でまたね、こう一気考察やってもらいます。1000 いきますよ、1000。みんなで1000。押して。はい。はい。まあ、というわけでね、みんなもね、古代兵器について気になってることあったら、ぜひコメントで教えてください。はい。お願いします。はい。それでは、See you! Bye!いや、楽しかったでしょ。じゃああれですね、ビビの魅惑のめまいダンスも伏線やったんですね、これね。どういう伏線？いやもうこれプルトンやったっていう伏線。これがプルトンなの？そう。怖っ。だからプルトンはみんなにあれを拡散するんだよ。だから島一個潰れるぐらいみんなが魅惑されるみたいな。